京都市営バスカラスマ営業所近隣出張所は、京都市左京区上土地震予庁にある京都市営バスカラスマ営業所の出張所である。かつては営業所であったが、1997年にカラスマ営業所の支所、1999年にカラスマ営業所の出張所に格下げとなった。西木林出張所では、西木林社湖を経由する循環系統及び、 均一系統を受け持つ。両所とも以前は、左京区東部と市内中心部を結ぶ路線の一部も受け持っていたが、現在これらの系統は九条営業所に移管されている。なお、西木林営業所の降格については、当時の交通局の財政事情の改善を目指して、営業所の主やより南側の土地すべてを売却し、他の営業所規模に比較して降格したものである。なお、 売却された土地は、老人介護ホームが建っている。17系統経路概要17号系統は、西木林社小前から銀閣児童、百万0万、出町柳駅前、河原町丸田町、市場河原町、塩麹構想を経由して、京都駅前に至る全長 7.9km の路線である。主に、白川通今出川通河原町通り、 塩小路通りを走行する。路線名は河原町線となっている。東系統は京都市電2号系統の代替機能を有していることもあり、早朝5時台から深夜23時台にわたって運行されている。2008年現在、均一系統の中では最も早くから営業を運転している。京都市内でも有数の繁華街である市場河原町を経由するため、 河原町三条京都駅前において利用客が多くなっている。河原町通りでは同区間で並行する4号系統、205号系統を合わせると5分間隔と高頻度、等間隔運行が確保されている。遠隔停留所及びダイヤ平日、土曜日、休日とも運転間隔は12から15分ごとである。なお、早朝、深夜には 九条営業所で運行される便もある。m n 十七号系統は、京都駅前二十四時発の深夜バスで、平日、土曜、ダイヤ及び、コこと近来な運行日のみ運行する。経路外用急行百二号系統は、西木林車庫前から銀閣寺を経由し、今出川通を進み、金閣寺を経由して、北大路バスターミナルに至る路線である。主要停留所のみに停車する系統である。 なお、この系統は、多くの観光地を結んで走る系統のため、外国人の利用が非常に多くなっている。そこで、2005年1月19日から外国人観光客誘致推進事業の一つとして実施されている、ラクバス系統の一つとして運行されている。本系統に用いられる車両は、秋の紅葉をイメージした黄色のラッピングが施されている。 遠隔停留所及びダイヤ主要停留所のみに停車する系統である。停車停留所は、銀閣児童、百万、出町柳駅前、河原町今出川、唐島今出川、堀川今出川、今出川大宮、千本、今出川、北の天満宮前、北の白梅町、東寺院東町、薔天神前、銀閣児童、千本、北大子大徳寺前、 北王子堀川である。錦林車庫前発で8時台から16時台、北王子バスターミナル発で8時台から17時台で30分間隔で運行している。なお、トップシーズンの土、休日のみ15分間隔に増発される。経路概要203号系統は、錦林車庫前を沖終点とし、白川2、丸田町通り、東大寺通り、市場通り、西、 王子2、今出川2を循環する路線である。路線名は、市場、今出川循環線である。入庫のため、西木林社小前止めの便も存在する。また、早朝の始発便として、西王子市場始発、西木林社小までの便がある。京都市電12号系統及び20号系統の代替機能を持っているが、市場を大宮西王子。 市場間はトロリーバスが運行していて、市電の線路が付設されなかった区間を走る。市場ドリー北の旧市街地を東西に広く、循環する路線である。そのため、高速鉄道のうち、JR 佐賀の線を除く JR 線や、近鉄京都線とは接続していないが、それ以外の地下鉄、カラス島線、地下鉄東西線、阪急京都線、京阪本線、 大東線、JR 佐賀の線と接続している。また、永山電鉄永山本線、京福電気鉄道嵐山本線、京福電気鉄道北野線とも接続しているため、高速鉄道から永山電鉄や京福電気鉄道へのアクセスとして、用いられる場合も多い。なお、佐賀の線円町駅開業までは、京都市営バスの循環系統路線としては204号系統と、 並んで、JR 西日本各線に全く接続していない路線であった。また、上記の鉄道駅の他、地温院、八坂神社、北野天満宮、京都御所、銀閣寺といった観光施設、市場通りの繁華街を経由するため、時間帯、曜日を問わず、比較的利用者の多い路線である。 当系統では、27号系統との無料乗り継ぎを2004年3月から2014年3月まで実行していた。これは、27号、または203号系統に乗車し、乗り継ぎ指定手留所である、大使道、西王子お池、西王子三条、西王子四条において相互に乗り換える場合に、乗り継ぎ券を発行するというものであった。なお、 これに伴って27号系統は、運転区間の見直しが行われている。遠隔1981年の誕生以降、西木林営業所が運行している。停留場及び、ダイヤ平日の昼間は1時間あたり5から6本、土曜、休日の昼間は1時間あたり5本の運行となっている。カラス営業所、参照休場営業所、参照経路概要循環二号系統は、 岡崎地域の海遊性工場を目的に2015年9月19日に新設された路線である。京都岡崎ループの愛称が付けられている。遠隔停留場及びダイヤ平日、土曜日、休日と木時頃から18時頃まで1時間に4本運行される。始発3便は岡崎公園動物園前、始発最終3便は岡崎公園動物シアター京都、 宮古メッセ前までである。運転士交代は動物園正門前で行っている。運転開始当初に市場河原町を経営するルートにできなかったことや特殊なラッピングにより市バスと見られにくく一日乗車券の利用者が回避したことから利用予測の半分程度の利用率に止まっており、交通局ではポスター等で利用を呼びかけたり、バス車体に シバスのステッカーを重複するなどの対策をとっている。2017年3月18日のダイヤ改正で、市場河原町を経由するルートに変更した。京都駅前23時発修学院道止めを二式林出張所が代送する。九条営業所も三照近隣車庫前6時10分20分30分発を西木林出張所が代送する。 梅津営業所も参照河原町3条22時55分発、京都駅前止め、京都駅前23時20分発に潮路7条、金閣児童経由、カラスマ北大子止めを西木林出張所が代走する。九条営業所も参照現在は九条営業所が、運行京都駅前23時発の、修学院道止めのみ代走で担当する。錦木林出張所時代には早朝、 深夜同期には、市場カラスマ折り返し便が存在していた。一時期梅津営業所に所属していた時期があったが、今の形になるまでは、ほとんどが西木林営業所の所轄路線だった。現在は梅津営業所が、運行運行されていた。区間遠隔現在は九条営業所が、運行現在は梅津営業所が運行ただし、早朝の一部の便は引き続き近隣出張所にて、運行している。 現在はカラスマ営業所が運行1976年3月の開設以降、シャー氏は日野自動車製に統一されていたが、1986年3月の高野営業所廃止に伴い三菱自動車製の車両が転属となった。その関係で日野自動車製の他に少数ながら三菱自動車製の車両も申請配置されていた。 1997年10月の支所格下げ時に再度、日の自動車制に統一されたが、近年では一般競争入札の実施により、国内4メーカーの車両が申請配置されている。格下げによる規模縮小で整備場が廃止されたため、通常の車両整備はカラスマ営業所で行っている。102号系統には専用の車両が入っており、特別な塗装となっている。該当車両は、 以下の通りである。現在の車両過去の車両2015年現在、カラスマ営業所近隣出張所には、以下の抵抗外バスが所属している。過去の車両、ありがとうございます。